暑い。もう私ら死にそう。昨日梅雨明けしたとみられる近畿地方、今日も厳しい暑さとなり、各地で今年最高気温に。兵庫県豊岡市では最高気温が 38.4 度と6月の最高気温の記録を更新しました。今まで経験したことのないような暑さです。これよりまだ暑くなるというのがちょっと信じられないですよね。夏本番を前に続く厳しい暑さ、そして深刻な問題が。香川県高松市にやってきています。こちらの場所、普段は水が下から吹き上げてくる噴水になっているんですけれども、現在は止まっています。こちらの張り紙にも取水制限実施中のため停止中と書かれています。停止の原因は深刻な水不足です。徳島県と香川県をはじめとする四国4県の主な水源で、四国の水がめと呼ばれる高知県の早明浦ダム、貯水量は午後3時時点で 34.9% まで減少し、水不足の目安となっている旧大川村役場の屋上も湖面に姿を現しています。背景にあるのは降水量の少なさですが、このまま雨が降らなければさらに深刻な水不足になる可能性も。徳島県では県民に節水を呼びかけているものの、今のところ生活に影響はないとしていますが、さらに貯水ダムの貯水率が今後も下がりますと、節水の強化というのがなされるのではないかということはあり得ると思うんですが。では渇水が進み貯水率が 0% となるとどんなことが起きるのでしょうか。1994年、貯水率が 0% となった早明浦ダム、旧役場もすっかり姿を現しています。水道水のおよそ5割をこのダムから取水している香川県では、早明浦ダムの取水制限などに伴い夜間断水を実施します。日中5時間しか水道水が供給されない給水制限が実施されました。じょうろを持って向かった先はシャンプー台、理髪店では溜めた水で洗髪を余儀なくされ、雨乞いの念仏踊りまで行われました。香川県でも現在節水の協力を呼びかけていますが、貯水率の減少は当時よりも早いペースだといいます。このままでいきますと、来月7月の中旬にはですね、早明浦ダムの貯水率が 0% ということが考えられるという状況に来ております。過去に断水を経験した香川の人たちは、お皿にラップかけて、でなるべく洗い物を少なくとか、お風呂もすごい大変でしたから、そういうのを経験しているので、やっぱり水不足は困ります。ペットボトルがコンビニからちょっとなくなってたりちょっとして、ちょっと買いだめとかした時は、水に対して重要なものなんで、はい、値段もちょっと上がっていったら困るなっていうのは。